セル意識は、日本国愛知県出身のジャーナリスト、社会志向企業家、発明家、一般社団法人匠井田協議会代表理事、日本災害医学会会員、クライシスマネージャー、防災士、富士の国防災士、元陸上自衛官、災害医療、事態対処医療、軍事医療を専門とする、北海学園大学法学部2部に在学しながら、 HTB 映像株式会社に勤務。その後陸上自衛隊に入隊、普通科陸士、陸層を経て衛生課幹部。自衛隊在隊中には部内機関士の記事執筆、教科書の改定、教育資料作成の協力を行っていた。体幹後一般社団法人、タクミーダ・タックメダ代表理事に就任、ジャーナリストとして活動するとともに、国内外で、 戦闘外傷救護の教育、関連装備品の販売を行っている。日本工業大学大学院技術、経営研究科修了。も、マネージメントオブテクノロジー技術経営修士1995年10月26日入隊、第3教育連隊新隊員全期家庭1996年1月29日。 第10普通科連隊新隊員後期家庭1996年4月3日、第18普通科連隊第1中隊対戦車弾薬で2001年7月5日、第1陸層教育隊陸層候補生、家庭2001年10月11日第1陸層、教育隊 ATM 家庭2002年1月19日、第18普通科連隊第1中隊対戦車特技、 陸僧2007年3月幹部校補正2008年4月幹部任官2009年3月、第9戦車大替衛生小隊長2011年4月、富士学校普通科部研究院2014年8月、衛生学校研究院2015年11月に当陸医いで、体感。ありがとうございます。